で、押して、その後に、なんか出ツた。イートするやつがあるから、出てきた。もういいってやつ。始まってる。これで、はい、こっちになってる。送信しなくてもいいんじゃない？おお。これとどうすか？これとどうすか？あんまラグないっすね。うん、今ね、2秒ぐらい俺ラグから。うん。抑えてた方がいい？多分ね、抑えてた方が声がきっと決まる。話してると風する？こんにちは。今ね、風が単純にない、うん、あ、ここでコメントは見られるね。このまま続けちゃいますか。このまま行っちゃえばいいか、うんうん、もうちょっと来るまで待つか。じゃあ今50人ぐらい。ちょっと予告しなかったんでね、すいません。どうもこんにちは。こんにちは。通知行きましたかね、皆さん。今日はちょっとオフなんで外国に来てます。昨日の傷を癒しに、ね、傷ってなんだよ。別に滑ってねえよ。よいしょ。はい、こんにちは皆さん。渡辺です。はい、どうも。昨日ありがとうございましたということをやろうかなと思いまして、急遽ゲリラツイキャスやってますけども、まず配信ね、見てくれた人も、ちょっと遅れちゃいまして、スタートが機材のいろいろトラブルで、んでカメラもはめて歌うやつの時にもカメラ抜く用のカメラセットしてたんですけども、ちょっとそれも落ちちゃってすいませんでした。まあありがとうございました。それと、はいはい、はいはいはい、あ、どうも。はい、どこにいるんですか。はい、そうそうですね、ちょっと海外 GoTo 海外してますけどもね。そう、それでツイキャスの昨日のね配信、アーカイブは21日までありますんで、ぜひね見てください。あとまだ配信のチケット買ってないという人は、昨日結構面白かったんでぜひ見てください。一部もねだいぶ盛り上がりまして、サミーっていうね、友達の、押さえた方がいい、司会してくれましてね、すごいおかげで楽しかったんですけども、まあすごい、やっぱ CD 音楽聴いて歌うやつはあれですね、鈴木さんが活躍してくれましたんで、そのあたりかなり見てほしいですね。はいはい、そう、風がね強くて、今ちょっとこの Bluetooth イヤフォンのここのマイクの部分を押さえてるんでね、大丈夫ですか。はいはい、まあ一応これもまたのこういうふうにゲリラで突然やることもあるよということを教えるために、知らしめるためにですね、やってみましたけれども、まあ、ここがちょっとどこかはちょっと内緒です。はい、そうですね。でライブもすごいやっぱ東洋館ならではの雰囲気で良かったので、ぜひ見てほしい。何回も21日まで繰り返し見ていただけますので、ぜひ見てください。さあ、家族で音楽当てるゲームやりましたって人がいます。いいですね、そういうのね。家族でヘッドフォンして子供とかに歌わせたら面白いかもしれないです、はい、でもあれやってみてやっぱ反省点というかね、もうちょっと爆音でやっぱヘッドフォン鳴らしてやった方が面白かったはずなんですよね。自分がどうやって歌ってるか分かんないぐらいの方が多分面白いはずですね。自分がこういう風に歌ってるっていうのが分かっちゃったから、ちょっとなんかね
調整しちゃったんですよね。うん、はい。なるほどね。ゲリラだとこれぐらいの50人ぐらいがパッと見てくれるってことですね。ありがとうございます。あとはですね、まあ単純にやっぱ時間がね、やっぱりカツカツだったんでね。今に見てるのが53で、多分足踏んだのが90何人じゃないですか。一回入った人がね。そうか、それあれこの芝生に誰か座ってるのだけだったら別に一回見て途中でやめるよね。あ、それはそうだよね。うん、はい、顔が暗い、ね、あ、逆光になっちゃってるのね。反対向きにしてみますか。ああ、なるほどね。うん、いや、いけるけど、ちょっと明るくなって。はい、あ、これでいいか。私は視線の反対だったけど。そうですね、うん。はいはい、ありがとう。ちょっとアングル変えたんで顔見えるようになったんじゃないですか。何やってんだって感じですけど、すいません。昨日ありがとうございましたとおっしゃって、機材のいろいろトラブルもあってすいませんでしたということをちょっとお伝えしたくて。はい、あとまだツイキャスのその昨日の配信のチケットはまだ買えますので、あの生じゃなくても買えますので、1500円で買っていただけると21日まではいくらでも、何回でも見ていただけるということになってます。ありがとうございます。はい、これあのカッコつけて頬杖ついてるわけじゃなくて、これここのマイクを押さえてるだけあのなんかカッコつけてるみたいになってますけど、すいません、透かしてるわけじゃないんでこれ完全に透かしてるの、あ、どうもこんにちはみたいな、これちょっと押さえてるだけなんで、はい、これ透かしてるよ完全に。はい、そうですね、昨日まあ会場に来てくださった皆さんも本当にたくさんいましてありがとうございました。はい、何をしたらいいんでしょうかね。昨日のゲームみたいなことをもう一回部屋の中でやりたいな、ちゃんと。ああ、今度ね、まただから昨日意外とやってみて面白かったんで、改めて、ああいうのをもう一回、また無料のツイキャスとかで4人でゲームみたいなやってもいいかもしれないですね。うんうん、こっちでやるのもいいかもしれないですね。はい、そう、ツイキャスはね、再生見てくれた時間とかでいろいろ使える機能が変わるらしいんですけど、なんかレベルみたいのが上がったらしいんで、よくわかんないんですけど、レベル上がったらしいんで、皆さんのおかげでありがとうございます。レベル上がったっぽいんで、なんかやれると思います。はい。マリオパーティーもやりたいしね。マリオパーティーね、あ、いいっすね。マリオパーティーをツイキャスでゲーム配信みたいにやるのもありですね。あとあの東洋館で昨日やったその一部はちょっと面白いことやって、二部はちゃんとギュッと真面目に感動的なライブをやるっていうのは、このメリハリがあっていいかなと思いましたね。で、東洋館でやる意味もすごいあるしことだし、あそこは笑い声が似合う会場ですし、ああいうちょっとリラックスしたことをやってからライブに入ると、やっぱまだまだね、ライブに来るみんな緊張してると思うんですよ。僕らもそうですけど、その緊張を一回ほぐした状態で、みんなほぐれた状態でライブできるっていうのはすごくいいと思うので、あれはまた良かったと思います。マックス50までレベル上がる。あ、50まで上がるんですか。寒くない、寒くないっすね。50まで上がるんですね。すごいですね。すごい、あ、すいません、もう僕じゃあ、すいません、ありがとうございます。昨日みたいにパンパンにすると、はいはい、ケンタ君がどんどん急用になってくるから。ああ、そう、だから昨日もやっぱ結構ケンちゃんとおばさんが中心になって準備してたんですよ。だから、まあ、リアルに言うともう4時半ぐらいに入ったんですよね、会場に。だからそこから一気に準備して、気づいたら7時だったんですよ。もう7時、次にはもう客入れですよみたいになってて、あのみんな鬼の形相だったんで、僕はとりあえず、僕も鬼の形相だったのは空腹だったんで、ジョージーっつって手伝いに来てくれたジョージを呼んでおにぎりを買いに行かせたんですけど、おにぎりを買いに行ってもらって頼んだのに、袋を開けてみたらゆで卵が2個入ってたんですよね。いやいや、おにぎりだけでよかったのに、おにぎりプラスゆで卵2個入ってて、
長女、俺ゆで卵苦手なんだよって言えなかったんですけど、でも多分タンパク質がね豊富なんでやってくれたもん、はい、50人ぐらいの人がずっと見てくれてますね、ありがとうございます。はい、東洋館ね、はい、東洋館また来たことない人はぜひ。美味しいですね。このコーヒーのこの店のあれでどこにいるかバレちゃいそうですけど、隠しておきましょうかね。ここのね、コーヒーのこのコーヒーの名前で検索したらバレそうですね、どこにいるか。今これカッコつけてるわけじゃなくて、これ、ま、ここのマイクを風、今風ないから大丈夫かな、はい、もうちょっとね、昨日ちょっと傷、だいぶ心に傷を負ったんでね、それを癒しに芝生に来ました。もう本当にね疲れたし、心に傷を負ったんで芝生に来ました。そう、すごい広いとこでしょ、ここ僕の家の庭なんですけども、そうですね、もう、はい、もう今ね11分やって、もうそうだからもう、マナさんもうちょっと、マナさん大丈夫です、大丈夫です。もう言っちゃった、芝生デートみたいですって言ってるよ。芝生デートかに出して出してあげようかな、どうやってたんで出るのかな。どうやってあげるんだろう。いや、芝生でデートしてるんだったらなんか引いてんだろ。何も引かないで芝生に寝そべってんのは変な人だよ。野外生活、うん、変な人か疲れた人だよ。もうすぐに休まなきゃいけない疲れた人だよ。はい、なのでアーカイブ21日までですんで見てください。中身の曲の話とかしてる。曲はね、そうだ、浅草キッドもできましたしね、良かったですよ、評判も。浅草キッドから東京っていうね、ちょっとストーリーのある流れがありまして、はい、あの町この町もねあって、もう、あ、なんか50人15分で終わりましょう。15分でね、寒いかも、寒い、僕は全然寒くないんですけどね。男らしさ、僕は全然寒くないですよ。男らしさ、基礎代謝が高いんでね、1400超えてるんでね。風邪ひかないようにね、ありがとうございます。あの町この町良かったでしょ。うちの妹もあの町この町のあのアレンジいいって言ってましたよ。15分したら終わります。なんか、はい、知り合いはケンタ君の香水が一番面白かったって言って、あ、本当ですか。ケンタ君の香水のところのピーク感がすごかったんで、他の印象があまりないんですよね。ドンキの曲とね、あの鈴木健太さんがだいぶね下馬評通りもあのゲームを持って行ってくれたんで、4人揃えるやつの、はい、マナンさんの字の驚々しさは毎回すごかった、すごかったですよね。だからあれに対するやっぱり僕のちゃんと的確なツッコミによってマナンさんがポイントゲットしてたんでね、ああいうちゃんと裏で綺麗に回してる僕の功績をもうちょっと叩いてほしいんですけどもね。ヘッドホンでみんなが歌ってる時も軽めに合いの手とチャチャを入れてた僕の華麗な裏回しによってより面白くなってたということをもうちょっとね、もうちょっとみんなね分かってほしいな。あそこで僕が何もしなかったら笑いは半分ぐらいだったと思います。そうだよね、そうだよね、はいはい、あ、まあそうですね、もうちょっとで15分ということで、はい、まあなので健太くんがね、まあ、その香水をやったっていうのはもうバレてますんで、そこをバレた状態で見ても面白いと思うんで、ぜひチケット買ってない人はね、どのタイミングで健ちゃんが香水を歌うのかですね。ちょっと今風向きを見てみようかな、風向き見ますね。あと10秒風向き今こっちっすね。はい、こうやって見るんですよ、風向きは。
いや、自分家の庭なんでね。はい、じゃあ、21日までアーカイブありますんで、よかったらたくさん見てください。それと、あと、本当に昨日ありがとうございました。と、いろいろトラブルがあって、遅れちゃったりしてすいませんでしたということです。また、ちょっとゲリラでツイキャスもやると思いますので、通知の登録の方、お願いします。ということで、はい、15分。全然寒くないですよ。はい。全然寒くないです。はい。じゃあ、ありがとうございました。さよなら。良い日曜日を。もう終わりだけど、ほとんど。